丹波布とは丹波国佐治村で織られていた鉄麦の絹と木綿を混ぜ織りにした平織りの手織り布。本来の呼び名は島間もしくは佐治木綿だったが、龍宗義が日本工芸で丹波布の名で紹介して以来丹波布の名で通るようになった。丹波笹山に伝わる丹波木綿とは名前が似るが別のもの。ざっくりとした風合いと素朴な美しさから竜宗よに 静かな、渋い布と称されて愛された。文青年間に、晩秋木綿の影響を受けて、野良木などとして制作が始まったと考えられている。幕末から明治の初めに盛んに制作され、京都周辺で布団や小袖に仕立てられて、愛好されるようになる。しかし、大正時代に入って衰退し、忘れ去られることとなった。昭和の初めに至り、 竜宗義が京都の朝市で偶然に魅力的な島木綿を見出し、工芸研究家の植村六郎に産地の特定を依頼した。植村は昭和6年に島木綿が佐治村でおられていた佐治木綿であることを特定。昭和28年に植村の指導により丹波布の再現が行われる。昭和29年には植村と柳の公園の下、地元保存会が発足する。 タンバヌの伝承館木綿平織りの島を織物だが、横糸に木綿だけでなく、くずま湯から紡ぎ出したつまみ糸を織り込むことに特徴がある。藍と茶を基本色とし、藍と茶と木、藍と木を合わせた緑で、島柄や格子柄を織り上げる。染料は村の周辺で手に入る植物に由来する。藍に加えて茶色の染料として、里山に自生する栗の皮、山桃の樹皮。 ハンノキの樹皮などを用いる。黄色は田畑のあぜ道に生える小ブナグサを中心に、菊芋、琵琶ビワの樹皮を使う。これら自然の染料を、焙煎剤を変えたり、神前の回数を加減することで、微妙な色調を表現する。ありがとうございます。